鳥羽周作さんに教えたい打足という言葉をっていう話を。言葉がね世の中にはありますよね。ありますよ。はい、これなんかちょっと解説を見るとね、昔中国のその国で日々の絵を早く描く競争した時、最初に描き上げたものがつい足まで描いてしまったため負けたということでね、うん、足を描いちゃって負けるということなんですけどもまあまああのね、週刊文春はい、いや今の豆知識そう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 あのね、東京スポーツがね、うん、あのまあ、ちょっとずれ前の話ですけど、うんうんうん、鳥羽周作さんの長野のご飯食べに行って、ね、ご飯食べに行って、うん、あの抹殺した方がいいとキャンドルジュノっていう言葉まで引き出すという、まあね、騒動になりましたよね、はいはい、想定外のこう行動をしてね、週刊文春もなかなか面白いですよね。お前をちゃんとうまくまとめてやったら何やってんだっていう話じゃないですか、ね、なるほど、うん、あそこの記事で一応それなりのピリオドじゃないけど騒動を収めたつもりだったのに謝罪したいって言ってたじゃないですか。それがなんか謝る気がないとか、式抹殺するとか、こっちは不倫で向こうは DV であっちは犯罪だろみたいな、めちゃくちゃ言ってるって和田アキ子の前で勝手に作ってる感じで、これを打足と言わずに何と言うんだっていう話だと思うんですよね。すごい展開ですよね。そう来るとはでも誰も思わなかったじゃない。まさかそんな展開、ね、そんな展開ね、うん、で、まあ、やっぱりあの、ね、鳥羽さんファンとしては、まあ、大きな子供なんだなってから分かってるわけですよ。やっぱり子供なんかはもう止まんないんですよ、ちゃんとね。あれは主に文春の取材ではそんな二人は本当は出してたのか出してないのかどっちなんですか。出してないんじゃない、出してない、出してないと思いますね。分かんないけどね。まあそうそうそう、悪態をね、うん、まあただそれなりの調整はあったと思いますよ。それ言わなくていいんじゃないとか言われたりとかね、うん、まあ、もう分かんないですよ、分かんないですけど、うん、ぐっとこらえてたのがもう我慢できなくなって言ったか、東スポの記者がうまいことこう引き出したか、めっちゃうまい可能性はありますよ ね、まあ、ね、あいつも犯罪ですよねぐらいのこう、まあまあ消しかけたんでしょうね。そうそうそう、なんならワイン何杯か飲ましてそう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 、東スポ記者ってなんか自分から話しかけてきたとか言ったら書いてあるかな、うん、なんか記者だと思ったよって言って近づいてきて、まあこれこそ東スポだってダメ元だと思いますね、長野までね、まあまあまあ、うん、取れることはないだろうけど、まあ、最悪飯食うだけでも行こうかみたいな感じだったんでしょうね、はいはい、うん、そしたら思わぬところそこで抹殺とか言ったらダメだよね、本当に本当にそんなことする。だから僕はもうね、もうそう危惧するのは、はい、まあ、慰謝料請求の対象になるわけじゃないですか、鳥羽さんって。そうですよね、キャンドル総裁に対して。そうですね、で謝るつもりもないとか言っちゃってて、そしたら、うん、そうですね、もうね、それはもうその言葉でまた金額が変わりますよね、おそらくは。ふざけんなってなっちゃいますよね。そうなりますし、こじれるでしょうし、うん、だからまあ鳥羽さんの悪手悪手ですよね。だから、うん、あの企業も飛ばし、うん、広末さんなんつってんだろうね、ちょっとやめなさいよみたいなそうだよねって言ってる可能性もあるけどね、わかんないですけどね、うん、あんた何言ってんのみたいな、まあ、もちろん広末さんが含まれてんじゃない。あ、うん、いっぱい言ってくれてありがとう。そうかもしれない。そうね、まあ、それもあるかもしれないですね。で、まあ、キャンドルさんキャンドルさんでまたあの女性誌からね、周知報告受けてて、うんうん、なんかいろいろ告発者いっぱい出てきてましたね、またね、うんうん、俺も受けたあれとかなんとかですね。そうなんです。そうなんですよ。女性誌はそっちにもあったんですね。まあそうですね、まあ、あったってことでしょうね。まあ、もちろん新しい。あの後追いになっちゃうね、違う側面を出さないとね、注目浴びないんで。でもこれまでのさ、うん、こう不倫記事、うん、一般的な不倫記事、うん、はい、とはちょっと一線を画す、うん、なんかあのキャラも濃いし、濃いですね。なんかそれでも結局だから女性誌は女性誌でこうわーっとこうね、うんうんうん、あのキャンドルさんをこうやってやるとかって言って、うん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 、結局こうメディアにいじられまくって新たなこう劇場がそこにね、まあ、そうね、うん、だから劇場型離婚でね、まさに、ね、ちょっと本当にコメディーにほとんどコメディーだけどね、もうここまで来たら放送人物すごいですね、うん、ね
全員悪いことしてます。全員悪いことしてる、そういうことになっちゃいますよね。アウトレイジみたいな。大人はいないのかと。みんな子供ですもん。そう考えると広末さんの事務所の社長が、まあ、頭を抱えてんじゃないですか今。抱えてるでしょうね。博報だ、何やってんの。子会社はさ、博報のだから小橋の作さんについてる。おお、はい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 、何やってんの。いや、博報の子会社が鳥羽さんの、うん、そのなんだろう、まあ、ビジネスを鳥羽さんプロデュースの、うん、なんとかとか、うん、タイアップ商品みたいなのを一生懸命やってんですよ、うん、会社作ってやってるんですよね、うん、鳥羽さんと一緒に、うん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 、だから今回それで多分大ダメージだし、ね、だ発言したら金を失うことになりますよって言ってあげないとダメだよね。そうそうそう、本音言ったら全部お金吹っ飛びますよと、うん、言ってんじゃないですか。でも言ってんじゃダメですよって、うん、多分でもそこまで力ないんですよ、まあ、もう代理店も鳥羽さんの強いです。どっちかって言ったら頭下げて一緒にやってくださいって言ってる感じってことになるのかもしれないですね。まあありますよね、代理店、うんね、そういう損失は大きいんだと思いますけどね。ただまあ、あの騒動のピークはね過ぎたにせよ、うん、まあ、それぞれのキャラがまだ立ちまくってる状況は変わらずということで、うんうん、もう2回ぐらいこう山が来たらね、うんうん、もうちょっとこう、うん、みんなにこういじってもらえるんですけどね。そうですね、なんかこのままでは終わらない感じにしますよね。ではね、終わらないかもしれないですね。飛んだ状態ランプだったね。次あるとしたら何なんですかね。いや、ちょっと予想つかないよね、もうここまで来たらね、うんうん、殴り合いの喧嘩になるとか。殴り合いの喧嘩、うん、塩は今どうなってるんですか。どうなってるんでしょうね。どうなってるんですか。普通に営業はしてる。営業はしてるっぽいですけどね。まあ、ただ本人はいないらしいですよね。まあ、そりゃそうですよ。で、まあ、長野は行ってたっていうことですよね。あ、じゃあ本人いたらメディア関係者がいっぱい来て、うん、お店もね、うんうん、短期的にはもう儲かる。短期的にもうかる。短期的ね。メディア関係者も飯食わない。飯食わないやつ。だってトースポ見たら3人で食ったでしょ。そうね。まあ取材費で落とせますし。ね。うん、まあ、でも珍しいのはトースポがそこまでかけて社内に行くってこと自体が。あ、そうですか。そういうもんなんですか、トースポって。あんまお金かけずに。まあ、そんな感じだと思います。基本は。そうなんですね。キャンドルさんとはキャンドルさん、ロウソクばっかぶりしたっていう記事。なんでロウソクが売れるのか僕は逆に不思議でならないんですよね。記者会見後ですよ、うん、応援したいから買ってんですかっていう話になってましたよね。どこで買えんですか、キャンドル。いや、だから塩の近くだったしよ。いや、そう、ショップがあるの。あるみたいよ。へえ。出てるんですか。どうなんでしょうね、出てる場合もあるんでしょうね。代々木上原でした。代々木上原ですかね、うん、だから高級住宅ですね、うん、家とね、あの会社が近所だったら、うん、ちょっと嫌だよね、お互いここまでもう、うん、なんていうの、いがみ合って、うん、まあだからちゃくちゃになってんのに、あ、会いやすかったとこあるんじゃない、近いし。でね、キャンドル・ジュンが塩の前で叫んでたみたいな怪情報も、本当かどうか知らない、あったもんね、一時ね。あ、そうなんだ。そう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 。それは何、発覚、事件発覚後。報道された後。あと、わかんない、見てないけど、なんかツイッターかなんか流れてるけどね、まあ、本当かどうか知らないけど、まあ、本当は歩いて5分とかそういう距離らしいんで。何叫んでんの、その。出てこいみたいな。まあ、謝れっていうことなのかどうかわかんないですけどね。まあ、でも、本当謝った方が僕、いいと思うけど、鳥羽さん。うん、どっちが、鳥羽さんが。そりゃそうでしょ、一回は。そりゃ そうだね。そりゃそうだわ。悪いことはないことはないよね。塩のホームページ見て予約。あ、バツ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 。ずっと待ってますよ。ね、すごい。8月もずっと待ってますよ。すごい。やっぱ人気店のまま。人気店は変わらず、まあでも取っちゃった人も動かせないとかあるんでしょうね。9月4日になったら丸がつきました。そっか、だいぶ先だね。更新してないかもしれないですよね、うん、まあ、確かに自体を、うんうん、いや、だからキャンセルがあっても、うん、そのままにしてるかもしれない。そんな自動で出るんじゃないですか、うん、で、まあ、でもキャンセルは電話で例えば受け付けてたりしたら、マスコミ来ちゃうから、だから知り合いだけは開けますよとか言ってるかもしれないですよね、うん、ちょっと行ってみてください。行ってみますか。で、空いてたら食べてきちゃえばいい。空いてればね。ファンなんですけど、ね。いたらね、ちょっとね。もしかしたらダメ元で、もうなんかあるかもしれない。シューチャーなんつって。いや、僕はもう本当にちょっと勘弁、ちゃんとやしろよと、ファンだからさ、君をファンになって目が疑われるわけじゃない、僕は。もっとちゃんとしろよって言いたいですね、僕は。そこ会えたら記者の魂になってくださいよ。いや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 、まあ、
いや、用意としてね、また爆弾発言させるっていうことはちょっとできないな。そうなんです。できないですね。ファンですね。ファン、いや、ファンっていうか、ファン、まあ、今ファン感もだいぶなくなりましたからね、ここまで来ると。それで、うん、いやいや、いいです。それで、いや、それで打足でなんか落ちでもあるのかなと思って、ああ、最初に打足、打足打足って引っ張ってきたから、いやいや特にない、ないんかい。